じゃじゃん、ポップアップメイト。この間ね、吉見カメラさんで買い物した時にね、ひとつき社長がこれ使ってみてと見本品を入れてくださったんですけどもね、いやこれは目から鱗ですよ。ズーン、この黒い物体裏返すとピロリ、鏡です。普通に鏡ですよ。そしてこの鏡、ここに足が、可動式の足がついております。しかもこの足の先、アクセサリー集につくようになってる。こういったね、デジタル一眼レフ、ポップアップストロボがついておりますね。ポップアップ。じゃあこれで撮るとどうなるかっていうと、いまいちだなぁ。フラッシュを直接当てるといまいちだよね。そこでこのポップアップメイト、もうお分かりのことはお分かりですよね。これはアクセサリー集にガチャッとつけるわけですよ。ぴょっと外して、まずこの台座の部分だけガッとはめて、そして上から鏡をぴゅっと。じゃあポップアップメイトつけた状態で撮影してみましょう。ああ、いい、全然違う。はい、この二つを見比べてみてください。どうですか、この違い。やっぱりね、天井バウンスするとね、光が回って綺麗ですよね。ポップアップフラッシュが鏡に反射して天井バウンス撮影できるわけ。多少は角度変えられるからね、後ろにバウンスすることもできるのかな。でもまあ基本天井だわな。小物の撮影、例えばね、ミニカーとかフィギュアの撮影なんかやってらっしゃる方にもね、絶大な効果を発揮しますよ、これは。ほんとね、フィギュアとかミニカーとかね、全然違った写りになりますからね。今までこういうポップアップストロボをね、天井に向けられないから、わざわざ天井に向けられるこういうフラッシュを外付けしてた。ボンと。これを装着するとですね、こんなにでっかくなってしまうんですね。その辺に嫁さんが歩いてた時にね、このポップアップメイト、ありとなしで撮影してみましたけどもね、まあどう見てもね、ありですよ。女性の方ね、写真を撮られる時ね、自分で撮る時もですけど、写真を撮影してくれる人はね、選ばないといけませんよ、やっぱり。ポップアップメイト持ってる人にしてください。それぐらい写りは違いますからね。あとね、僕が持ってるキャノンの一眼レフね、どれもこれも液晶画面が固定式なんですよ。動かないんですよ。だから自撮りしようと思っても自分でね、画面を確認できない。その時にこのポップアップメイトを使うことでね、あはは一応鏡で自分の姿が見えるようになる。まあ、レンズの画角と鏡はまた違うからね、その範囲が映るとは限らないんだけど、目安にはなるんだろうな。うん。鏡なんですけども、持ち運び用のポーチが一応ついていますんでね、これバッグに入れても平気ですね。シュッと。英語名で言うと、ライトスクープという商品のようですけどもね、ひとつき社長の方では、ポップアップメイトという名前をつけて販売されております。内蔵ポップアップストロボを装備した一眼レフだったら、綺麗に写真が撮れるようになるこの鏡、ポップアップメイトでございました。いいアイディア商品ですよね。